たの心の夏男、瀬山拓司です。アニメや漫画より楽しみための動画をお送りしておりますということでね、そんな今回のテーマは、みんなのツイッター投票で選ぶ最新アニメランキング、夏の開幕戦ということでですね、僕は見たアニメをこのようにツイッターで感想を上げていまして、そちらのいいねを1ポイント、リツイートをね5ポイントで計算し、その合計値でですね、毎週ね発表しているランキングとなっています。複数アカウント投票があった場合はポイント無効、同ポイントの場合はですね、僕の好みで順位付け、そしてですね、250ポイントを、ね、超えるとですね、今週の神回答ね、なるルールとなっています。ちなみにですね、ブログや概要欄の方では個人的な好みの総合順位と、そしてね、関連動画なんかもまとめております。またね、ここではですね、アニメや漫画に役立つ情報をですね、毎日配信してるんで、よければチャンネル登録してください。はい、ということでね、今回はですね、僕のね、個人的な好みで選ぶベスト3から先に発表していきたいと思います。まずはですね、第3位です。日暮らしになっころにね、卒1話 &2 話1時間放送となっていました。そしてですね、第2位は、過激少女第1話ですね。そしてですね、第1位は、僕たちのリメイク第1話となっていまして、これらの感想はですね、ランキングに入った時に詳しく語ります。さあ、早速ね、夏のランキングに入っていきたいと思うんですけども、まあ、その前にですね、まずはですね、前回の春アニメのランキングがね、おこぼれしたですね、最終回から発表していきたいと思います。ちなみにですね、ワンダーエッグプライオリティ特別編も見ましたけども、まあ、こちら感想ツイートを上げてないんで、今回は除外とする形となっています。なぜ上げてないかについてはね、させていただきたいという形ということでですね、まずはですね、こちら、おさまけ第ね、12話最終回なんですけど、こちら26ポイントとなっていました。後半からはですね、炎上もなくもちょっとね、失速しまくりのですね、終わり方となっていましたですね。そしてですね、雲ですが、最終24話は96ポイントとなっていまして、まあ、最後にポイントを上げてきたけどね、まあ、ストーリー的にはですね、こっからが本番という終わり方だったんでですね、まあ、アニメ2期もやってくるんじゃないかなとね、思います。売り上げ的にはですね。そしてですね、こちら、シャドウハース最終13話は213ポイントということで、最終回にガーンとですね、ポイントを上げてみました。けれどね、こちらはね、2期をやるには売り上げ的にはちょっとね、きついかという形となっています。そしてですね、こちら、不滅のあなた第12話はですね、なんと1360ポイントまでポイントを伸ばしてきました。こちら最終回ではないんですけど、今あたりポイントが伸び続けてるということで今回入れてみたんですけどもね、春の総合会の神回ランキングで紹介した時のあの伝説となったですね、第1話のね、ポイントを超える倍ぐらいね、伸びてきた形となっています。まあ今までのね、こちらね、すべてのランキングの中でもですね、4000ポイントを超えたあの日暮らし号のね、里子和紙編に続くですね、歴代第2位のね、ポイントとなりました。さ、それでは夏のランキングに入っていきたいと思います。まあ今回はね、作品が出揃っていないということでですね、19位から、まあ全ての作品がランキングに入る形となります。まあただね、この今回のランキングに入っていない作品は、まあ1話は見たけどもですね、切っちゃったね、形となります。そのですね、第19位は27ポイントで、エデンゼロ第13話ですね、こちらツークルームのポイント上がらんのじゃーというですね、エデンゼロとなっています。そしてですね、第18位は28ポイントで、現実主義勇者の王国再建記第1話ということでですね、ポイントが伸びやすい1話目からまさかの絶不調というですね、新作なんですけどもね、まあ他とは違う男性系の異世界ものということでね、変化はつけてきたんですけども、ダメなんでしょうか。個人的にはチートものよりまあこっちの方がね、好みなんですけども、そしてですね、第17位は、37ポイントで、東京リベンジャーズ第13話ですね。こちら2クール目にも入ってもまだまだ原作の売りは絶好調となっていますけどね。けれどアニメの方は相変わらずポイントは伸びじという状態となっています。そしてですね、第16位は41ポイントで、ブラドラブ第1話ですね。いや、昭和かよーというですね、ドタバタコメディがここにありました。まあ、押井守監督にはですね、ノリは完全にうるせえ奴らとなってるんですね。あの辺が好きだったら見てみる価値あります。けどですね、この今のトレンドであえて乗らないこのスタイル、嫌いじゃない。さあ第15位です。42ポイントでリメイン第1話ですね。こちら水球というテーマは気になるんですけどもね、あのイケメン嫌いなムキムキ男のブーメランパンツというのはハードパンチが過ぎるんじゃーというですね、破壊力となっていました。けどね、これ女子が可愛かったんでですね、こっちが主役のスピンオフを期待しているぜと。そしてですね、第14位は、44ポイントでですね、魔法科高校の優等生ですね。こちらスピンオフではさすがじゃなかったお兄様という順位となっているんですけどもね、けどね、これファン向けの作品なんだからですね、もっと本家と絵柄合わせてよと言いたくなるんですけどもね、まあ原作のね、漫画の絵に合わせたと言ってもですね、あのレールガンみたいにすればよかろうもんと、そしてレールガンはですね、それで成功したろうもんと言いたいわけです。そしてですね、第13位は45ポイントで、
スカーレットネクサス第1話ですね。こちら当たり障りのない始まり方ということなんで、もうちょっとね、とんがりが欲しかったですね。ゲーム原作のアニメとなっています。まあ、バトルで変身するんですけどね、なんかバトル中でもすぐに元の姿に戻るということで、その辺の映像はね、ちょっと謎だったんですけれども、そしてですね、第12話、52ポイントで、バリタスのカルテ第1話ですね。こちら、ボンズの本気が積もった圧倒的な絵と演出となっていましたけどもね。けれど、このポイントが伸びなかったのはですね、こちらもちょいとイケメン嫌いには辛すぎたというですね、キャラと設定ストーリーでしょう。そしてですね、第11位は、同じく52ポイントで、精霊幻想記第1話ですね。こちら、テンプレ的な異世界転生ものと思いきやですね、主人公にはこの2つのね、記憶と人格がありということでですね、なんか身分差で迫害をね、受けるハードモードがあるということなんで、これはですね、やられたらやり返す。倍返したなんですね、異世界版半沢直樹状態になったら、俺の中ではね、評価急上昇やでと。はい。ということでね、以上11位から19位まででした。そしてここからですね、感想増量版のベスト10に入っていきたいと思います。そのですね、第10位は76ポイントで、ゲッターラボアーク第1話が入ってきたぜということでですね、令和の時代でもゲッターは不滅と言わんばかりのベスト10入りです。令和の時代にこんなに時代に逆行するですね、昭和の劇画タッチの演出が見れると思わんかったというね、衝撃がありましてですね、なんか主人公がゲッターを発信させるとね、前とかベーンとね、話をね、出したりとかするとかでね、なんかもう考えるね、感じろというですね、世界がね、展開されていました。まあ、ただね、まあこれは10代、20代の若い層には、まあ、ほぼはね、反応することはないと思うんですけどもね、今のそんな流行なんて関係ねえ。俺たちは俺たちの道を行くんだ。それがゲッターラボアークやーと言ったですね、そんな姿勢が大好物です。そして第9位は83ポイントで、裏道お兄さん第1話ですね。お待たせ。NHK では絶対に放送できない教育番組、ママンとトゥゲザーの時間がやってまいりましたということでですね、爽やかなね、体操のお兄さんと見せかけておいてですね、子供たちの質問に合わせ、ガンガンブラックジョークで返すということで、それが大人のやり方なんだよ、みたいな感じなんですけどもね、なんか人形をですね、胸ぐら掴んで登場させたりとかですね、けどそれをやってもスタッフは一切止めなかったりということでですね、どこまでもシュールな世界がね、このアニメには広がっています。下ネタのね、部分なんかは、僕ね、今週一番大爆笑しちゃったというね、形だったんですけどもね。結果ですね、これ今週のツイッターで最も大きなトレンドをね、起こしたのね、この裏道お兄さんとなっていましてですね、確か3万は超えて4万近くまでのね、トレンドを起こしていました。なのにね、僕のね、ポイントのこのランキングではこのね、順位が低いのはですね、まあ、女性向け漫画がこちら原作となっていまして、まあ男性があんまり反応しなかったというのがね、原因となってるんでしょう。まあ僕のフォロワー9割は男性ということなのでですね、男性の中ではまあかなりゼロ上げりした人も多かったということなんですけど、ただですね、これ男性でもですね、1話見ておいて損はない、そんな笑いがありますせと。第8位は117ポイントでピーチボーイリバーサイド第1話ですね。なんか懐かしい香りのするね、タイトルなんですけどね、今期一発目に放送されたアニメがこちらとなります。まあ、鬼を退治した桃太郎がね、外国へ渡りましたというようなね、ストーリーなんですけども、まあ、メイドラゴンのね、クール教信者が送るですね、桃太郎から発展させた、グロあり、お色気ありのダークファンタジーバトルとなっていましてですね、ハードな描写とヌルルというですね、そして主人公の覚醒。あとね、これ動画ではですね、テレビ放送版とですね、時系列版の構成を変えたですね、2つを配信しているなどですね、ちょいと話題となった作品でもあります。ただね、その2つの世界観などを考察する人と、もはやヌルルしかね、覚えてなかったよという、ね、人なんかもいましてね、ちょっと力がね、2つに分散しちゃってるね、第1話だったということなんで、この2つをね、どううまくね、ミックスさせるかどうか、まあ、今後のね、ポイント上昇のね、キーポイントになってきそうです。ラッキーセブンの第7位は、121ポイントで、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった第2期、ハメフラ X 第1話ということでですね、こちら安定の高ポイントのハメフラということでですね、男女共に関係なし、あとカタリナのモテモテ無双は止まらずという状態となっていました。そしてですね、終始もぐもぐタイムの食いしん坊も変わらず、けれどいくら食べても体型は変わらずということでですね、女性陣からしたらめめめっていうのはですね、羨まけしからん体型かもしれません。そんなもってですね、こちらポイントの方も121ポイントはですね、1期の頃とほぼほぼ変わらないということで安定が過ぎるぞっていう感じなんですけども、まあ、ただね、これよく考えてみるとですね、僕のツイッターのフォロワーあれからかなり増えてるんですね、そうやって考えるとむしろね、人気下がってきてるのかもしれないというですね、そんなハメフラともなっています。まあ、より上位を狙うんだったらですね、一期の1話目のようなちょっとビッグインパクトも欲しいところとなっています。第6位は127ポイントで、
歌劇少女第1話ですね、こちら帝国歌劇団の方じゃなくてですね、宝塚歌劇団の方をモデルにした、そこのね、音楽学校へ通うですね、未来のスターを目指す少女たちの物語となっています。こちらもですね、女性向け漫画が原作ということで、まあ男性は結構ゼロ上げしてる人が多かったんですけども、これをね、見た人の感想はですね、これは今期のダークホースになりそう、いや、派遣候補やーというですね、男性陣もおおむね良好な評価をしていましてですね、主人公がね、男役のトップを目指す178センチのなかなかのこのビッグスターとなっていること、その相棒の方もですね、極度の男性嫌いなのになぜか前はアイドルをやっていたというですね、なかなかね癖強な2人となっているんですけれどもね、まあこの2人が大丈夫であったら、まあゼロ話切りはもったいない、1話だけでもですね試してみる価値は十分にある一品となっています。さあ上位の第5位です。137ポイントで死神坊ちゃんと黒メイド第1話ですね、じゃあ今期のラブコメ派遣を取るかもしれないですね、そんな予感を感じさせる1話となっていました。1話目を見てね、そうね感想をつぶやく人も他にもいまして、そして原作漫画もう買ったよという人なんかもいましてですね、結構いい滑り出しとなったんじゃないでしょうか。からかい系ラブコメにそこに、ね、切なさをプラスしてきた、ね、形となっていまして、呪いによってね人や物に触れられない主人公の坊ちゃんをですね、黒メイドがこう視覚を使ってですね、ガンガンにからかってくるというのがね、基本公式となっています。まあ、かと思ったらですね、呪いにね、傷ついていくね坊ちゃんを優しくね癒してくれるギャップもありということで、この黒メイドが憎いよという形なんですけどもね、そんな相思相愛の2人なんですけども、まあ、触れられないというですね、切なさを加えたことによって、このラブコメとですねシリアスな恋愛ものをうまくミックスさせてきたようなですね、ラブコメ界にそんな新たなジャンルが生まれたのかもしれません。第4位は152ポイントで探偵はもう死んでいる第1話、タンモシですね。こちら人気ラノベを原作に PV は約200万再生ということで、これ今期の中でもですね、あのメイドラゴンを超えてぶっちぎりのですね、再生数となっていました。そんなタンモシは初回は1時間スペシャルで勝負をかけてきた。それがですね、ベスト3にも入れない第4位ということでですね、なかなかこれは計算外だったんじゃないでしょうか。こちらまあポイントもそうなんですけどもね、Twitter では勝負をかけた割にはさ、大きなトレンドを起こすこともできなかったということでですね、これが痛かったんじゃないのかなと思います。まあ、タンモシというひらがなが4文字だから使用上入れなかったという意見もあったんですけども、あれシャープをつけたら関係ない形になっていまして、同じくひらがな4文字のね、ハメグラもその形で入ってるんで、まあ、タンモシもその形だったら入ってるはずですし、またですね、探偵はもう死んでるというね、そっちの方のタイトルもあったんですけど、そっちもそうではなかったということでですね、ビッグウェーブを起こすことはできなかったような形となっています。またですね、僕のツイートの方もどれぐらいの人がね、こう見てるかという、今インプレッションというですね、数字が見れる形になっているんですけども、この探偵はですね、3300ぐらいね見られている形となっていまして、まあ、今回のランキングの中で言うんだったらこれ中の中ぐらいというね、形となっています。ちなみにトレンドに入ってた恨みちお兄さんはね1万をね超えているというよりもこの3倍ぐらい見られている形なんですけどもね、またですね前のクールでね同じく1時間スペシャルで勝負してきたがビビなんかはですね、トレンドのこのビッグウェーブも起こしてですね、インプレッション数はですね約3万回見られていまして、ポイントの方も476ポイントだったということで、まあ、その辺を狙ってきたであろうね、派遣候補のタンモシにしてはちょっと開幕ダッシュ失敗と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ中身の方で言うんだったらですね、あのシエスタのこのバトルのここがねかなりね絶賛してる人が多くねなっていましたしね、あとですね、シエスタのこう可愛さをね褒める人も多かったということで、あのシエスタはねちょっとだけねトレンド入りするというね形だったんですけどもね、ストーリーの方はですね原作を知ってる人からとってはこの原作の構成を大きく変えたことでちょっとね賛否が起こっていました。そしてですね原作を知らないアニメ派にとってはちょっとミステリーじゃないんかいというね、まずね、このツッコミがあったのと、あとあの、終わり方の展開が急すぎる、そして、シエスタはというね、意見が多く上がっていたということで、まあ、シエスタ人気が出ちゃっただけに、あの終わり方にはどうするんだいというね、形だったということで、ね、まあ、ただね、まあ、派遣候補の、まあ、タンモシでございますから、まあ、こっからね、巻き返してくれると、俺は信じてるぜと。さあ、そんな派遣候補のタンモシを抑えた3作品は何が入ってくるんでしょうか。まずは第1位です。157ポイントで、彼女も彼女第1話ですね。こちら全てのラブコメをぶっ壊すというですね、そんなネオラブコメがここに爆誕しましたという作品となっていました。もう三角関係とかさ、ハーレムとかさ、もはや時代遅れなんだよというね、言わんばかりの作風となっていましてですね、両方好きになっちゃったんだったらですね、男らしく誠意を伝えて、公認でどっちとも付き合ってればいいじゃないってバカーというですね、始まり方となっていましてですね、笑いを爆笑爆笑大爆笑という形だったんですけども、そんな男らしくも逆にすがすがしいなんて意見なんかもね、ちょっとあったりもしたんですけど、
けどもね、そんな破天荒が過ぎる展開ですね、ラブよりも笑いの方がね、大爆発という形となっていまして、話題となっていました。まあ、これはですね、ハーレム嫌いな人もちょっと一度ね、見てほしい作品となっていましてですね、ハーレムものとこれ全く違うね、ラブコメが展開されるというのはね、ここはお約束したいと思います。ただね、ハマるかどうかはですね、お約束はできませんけれども、さあ、第2話、179ポイントで、僕たちのリメイク第1話ですね、今週の新作の中で一番評価されていたのはこちらとなります、1時間放送で勝負をかけてきた僕たちのリメイク僕リメですね、夢破れたクリエイターが10年前にタイムリープしてですね、今度はあの時選ばなかった芸大の道に進んで夢に再挑戦するぜというですね、そんな形となっていましてですね、10年のアドバンテージがあっても全く無双ができない、そんなリアル感のあるストーリーをね、評価する人が続出ということで、結構大人無双がね、ハマる人がね、増えてきたね、なんかタイムリープがなくてもこれはこれで面白いんじゃないかというようなね、話なんかもありました。またですね、ヒロイン3人の可愛さも評価されていまして、そのうちの1人あの川瀬川栄子はですね、原作本編にはないすぐにこうタイムリープせずですね、一度東京で就職仕掛けるというですね、あれはですね、スピンオフの話を入れたことによってですね、なんかエンディングを見る限りヒロイン枠に昇格してきたということでですね、まあ、丹星以上に原作改編をしてたんですけども、こちらの、ね、評価おおむね良好ということでですね、原作ファンからも評価されていました。結果ですね、ポイントの方ではですね、丹星を上回りまして、ツイッターのトレンド入りもね、ちょっとしていましてですね、インプレッション数の方でですね、丹星の倍ぐらいになったということで、ちなみにですね、僕リメのね、PV の方は再生数ですね、約50万再生だったんで、この1話でですね、完全にこの前評判を覆してきたね、形となっていましてですね、この調子でどん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 ね、調子を上げてほしいなと思うんですけどね、そんな僕の中でもね、今週の第1位ということだったんですけどね、まあ、ちょっとだけ気になるところを挙げさせていただくとですね、勝手に部屋の中に入ってきてね、勝手に人のヨーグルトを食べるというですね、篠明がメインヒロイン枠というのはちょっとね、ここ納得いかないということでね、俺のガリガリ君くんじゃねえよとかね、言いたくなるタイプなんで、ちょっとね、篠明にはまらないというのもあるんですけれどもね、俺の中ではね、やっぱり川瀬川栄子早で、次は奈良子早でと言いたいわけなんですけどもね、そしてまあ、僕はね、福岡県民ということで、あのですね、篠明の方言に違和感が半端ない、あんな言葉使わねえぜというのはね、ちょっとね、あるんですけど、まあ、それは他のアニメでもよくあるんで、まあ、告知は置いておくとしてですね、福岡の篠明があんなにね、ガンガンね、方言を使うのにですね、なんでこう、周りの関西人はですね、誰も関西弁喋んねえんだよというね、この突っ込みどころがありましてですね、主人公も家じゃ関西弁だったんですけど、なぜか学校だとタメ口でもですね、関西弁使わないしということでですね、まあ、大阪舞台で、しかも関西人の方がですね、むしろ関西弁でガンガン使うタイプじゃんということなんでですね、ここは大阪だぜっていうね、そんな大阪が舞台なんだからもっと関西弁使っていこうぜっていうところだけね、ちょっと気になりました。さあ、そして今週の第1位は213ポイントでした。日暮らしになっこの一つ1話 &2 話ということでですね、こちら回答編でも貫禄の、ね、第1位となりました。日暮らし一つとなっています。この後安定の強さとなっています。ただね、この神回をバイバン出す日暮らしにしてはポイントちょっと低かったのかなと思うんですけどもね、まあ、今回ちょっと予想を超える展開がなかったのがね、その原因かなと思います。まあ、回答編の最初ということで、まずはね、じっくりと見せるつもりなんだでしょうか。今のところはですね、すべて、まあ、大体予想通りだよなというね、展開が続いたということでですね、ちょっとアイドリング的なね、始まり方となりました。まあ、こちらはね、日暮もね、1時間放送だったんですけども、こちらはまあスペシャルじゃなくて、全15話で収めるための1話には同時放送だったということなんで、まあ、勝負はこれからということなんでしょう。はーい。ということでですね、第1位の日暮らし一つのポイントがですね、春総合7位のシャドーハースと最終回と同じポイントということでですね、1話と最終話がちょっとポイントが伸び出しすぎただけに、一作品もですね、今回は神回が出てこなかったというのがですね、全体的に見ても、まあ、開幕だし失敗と言ってもいい形じゃないでしょうか。マイクル数本はですね、神回はね、開幕3には出てくるんですけどもね、まあ、日暮らし抜かしても勝負をかけて1時間スペシャルが2つもあったというのにというね、そんな形となっています。まあ、とはいえですね、全作品揃ってないんでもね、メイドラゴン、アクアトープ、マギレコなどね、後半組でね、連発してくれるかもしれませんということでね、こういったアニメや漫画をですね、より楽しむための動画を随時上げておりますんで、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。